まあ、またこのラジオメモからちょっとチョイスしてラジオを撮っていきたいと思うんだけども、どれにしようかな。あのサイクル VR イギリス横断っていう、まあ、メモを見つけたわ。これ面白そうだね。そう、なんかあのネットサーフィンしてたらさ、この VR でイギリス横断みたいな面白そうな記事があったんだよ。で、どういう記事かなと思って見ると、あの VR ってあるでしょ、あれと、あと Google のさ、 Google ストリートビューと、あと室内で自転車漕ぐやつ、あれなんつったっけ、エアロバイクか、その3つを組み合わせて、であたかも家の中にいながら外を走ってるようなシステムを組んでる人がいたんだよね。すげえと思っちゃって、でそれで今あのイギリス横断をしてますみたいな感じの、うん、それ面白いよね。で実際ガチでイギリス横断しようとしたら、あの宿も取らなきゃいけないし、で疲れたら途中でやめるわけにもいかないし、でそれがやっぱり室内でバーチャルイギリス横断だと、ああちょっと疲れてきたなと思ったら中断して飯食うこともできる、シャワーも浴びれるでしょ、であったかい布団でも寝れると、でもちろんお金も全くかからないと、うん、最高じゃんこれと思って。いやーでもすごいよねこれ。どうなんだ、実際にこれは商品として売られてんのかな、それともどっかのエンジニアが趣味で作ったもんなのかな。じゃあよくわかんないけどさ、これ商品として売られてたら俺1台欲しいんだけどさ小屋にいながら日本一周とか面白そうじゃん。で一つ思い出したのがさ、そのドラえもんでも似たような話が昔あったんだよね。なんか未来のルームランナーっていう話があって、でどんな話かというと、なんかそのドラえもんが未来のルームランナーを出して、じゃあこれでのび太くん走ってみなよって、走ったらさ、こう外の世界がバンとバーチャルで出てきて、うわすごいって、これ室内にいながら外走ってるような感じだよって言って、でまあせっかくだから九州まで走るわって言ったんだけど、まあもちろんさ、のび太の足じゃ九州まで走れるわけもないし、普通の人でも無理だけどね。じゃドラえもんがそこでさ、で5倍速だって言って、で実際の速度の5倍でさ体感できるモードにしたら、もうすごいって、車と同じスピードで走ってるって言って、でのび太がさらにじゃあ100倍速にしてみようよって言ったら、今度ジェット機と一緒のスピードだって、これはたまらんみたいな感じでさ、で九州に行った時はさ、もうすがすがしい顔だったね、のび太はまさかそれが現実、実際にさ、もうあの商品化っていうか、あの作られると思わなかったな。まあ、倍速機能なんか実際ついてるかどうかわからんけども、つけようと思えばまあつけられるでしょ、サイクル VR にもよくさ、あの自転車乗りの人なんかはあの3本ローラーっていうのに乗るんだよ。その室内で自転車漕ぐやつなんだけどさ、でまあ、ただただ室内で自転車漕ぐのもつまんないから、まあ、ツールドフランスのビデオを見ながら、こう、あたかも選手になって漕いでるつもりになったりして、まあ、そういう感じでやってるんだけど、もうそれすらもいらないよね、その、サイクル VR があれば。よし、今日の3本ローラーは、東京から沖縄まで走るぞつって、ばーつってね。ものすごい達成感だろうな。うん、ましてやね、この車と一緒のスピードに設定したりとか、ジェット機と一緒のスピードに設定なんて、もう凄まじいだろうね。よし、今日は世界一周だみたいなのも可能だよな。ジェット機モードにすれば。うん。いや、なんか初めてさ、Google Earth が出てきたのが何年前だっけ ?Google Earth じゃなくて、ストリートビューか。初めてストリートビューが出てきたのが、まあ、何年前か忘れたけど、すごい衝撃だったよね、なんか。Google がすごいものを開発したってまとめブログであってさ、何開発したんだろうと思ったら、ね、家にいながら、あの、外が歩けるストリートビューって、なんじゃこりゃって思ったからね。さらに今それと VR を組み合わせて、家にいながら、あの、外を走れるみたいな、実際に走ってるように見せれるっていう。もうそういう時代が来たかっていう。うん、実際さ、あの、興味がある人はちょっと検索してみてくださいよ。VR イギリス横断って検索すれば出てくると思うから。で、実際動画とかも出てきて、で、本当に走ってるような感じなんだよね、動画見てもさ。面白いよね。
まあね、今日のラジオはね、その、どうしようかな。ドラえもんの道具が実現化した的なタイトルでいこう。うん。じゃあ、ご視聴ありがとうございました。